甲子園球場には大観衆が詰めかけています。タイガースがアドバンテージを含め2勝で迎えるクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、レギュラーシーズンが終わってファイナルステージまで間が空くというのは調整も難しいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、これ待たされてる分だけ多少その野球感みたいなものは来ると思いますけどね。そうかもしれませんね。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の坂口、バッターは松永。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー新庄。坂口まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターはバース。タイガース同点のランナーが出ています。マウンド上坂口、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球打ち、これは入るでしょうね。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。逆転のツーランホームランです。タイガース、卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。初回から逆転に成功、流れを取り戻しました。バッターは注目のルーキー八木。タイガースホームランで逆転しています。赤星さん、一転してリードする形になりました。そうですね、これでゲームが面白くなってきましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。初球打ち、これはどうか。三塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球ヒー、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。筒香が掴んで2アウト。積極的なのは悪いことではないんですけどね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあこのチャンスでバッター2球目打ちました。レフトバックする、バックする、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、3対1、タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回から徐々にリードを広げています。打席には7番バッター和田。タイガースこの回3点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおもリードを広げるチャンスです。いい流れになってますから勢い引っ張った。サード取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。2回裏に入りますタイガースの攻撃。バッターは木戸。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。点を取られたんで引っ張った。高いバウンド、サードゴロ。サード取った。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントでしょうね。はい、さあ送ってくるか。ファウルになります。さあ2球目は何か。
いい当たり、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには松永入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしようですね。打った、大きな打球になった。さあどうだ、右中間真ん中破りました。三塁を回っていく、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、5対2、タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあそして打席には新庄入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対2になりました。タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れ、打ちました、これはどうか、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト、進塁打になりましたね。まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。このチャンスに期待がかかる八木、バッターボックスです。打った、レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバーのヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、7対2、タイガースリードを5点に広げています。バッターは5番石峰、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。次が2球目、外、ファウルになります。打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。8対2、タイガースリードを6点に広げて、ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。6番バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対2、タイガースリードを7点に広げています。打順は7番和田、打ちました、ショート取った、一塁送球、アウト、2アウト、バッターボックスは8番木戸、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。はい、タイガースこの回は打者一巡の引っ張った、宮崎、一塁送球します、一塁アウト、3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね、真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、タイガース、ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります、バッター松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放って打ちました、痛烈な打球、これはスタンドへ入りそうです。
外を狙っていきました。あっという間に2ストライクです。高めちょっと外れたか。4球目は何で来るか。ここもファールです。ファールボールにご注意ください。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。神里抑えてワンアウト。打順は2番新庄。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。ファウルです。これが4球目。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には3番バッターバース。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライト下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。追加点が入りました。タイガース11対3。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスは4番八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね、そうですね。三遊間抜けていきます。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー一塁。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。初球打ち、大きな打球になった。レフト下がっていく。入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。追加点が入りました。タイガース13対3。見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは6番真由美。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。いい当たり。これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。レフト下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。この甲子園球場に見事なアーチを描いてみせました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対3。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスには7番和田。タイガースホームランで得点を挙げています。まず何を投げてくるか。三遊間大和掴んで、ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー一塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。8番バッター木戸。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、打線は絶好調ですね。打ちました。大和一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。先発の前川打席に入ります。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。そうですね。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。タイガース。打順はトップに帰って松永。相手に流れが傾かないように、このチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ、大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました。左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには2番新庄。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。引っ張った。ショートが前に来る。取った。一塁へ。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。
よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。ヒットでランナー二塁一塁。バットを出しません。打ちました。痛烈。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。バッター弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。タッチアップ。タッチしてダブルプレイ。チェンジ。これから5回の赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか？打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど、今日は本当に理想的ですよね。そうですね。いい形で点を取れています。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。高め大きく外れました。ファウルになります。ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは変化球空振り。ワンアウトです。打順は5番石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーなしです。三遊間グラブが届いた。アウト。スーパープレイ。いいプレーに阻まれ。バッターボックス真由美。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。3球目外れました。変化球空振り。スリーアウト。チェンジ。それではここまでのハイライトをご覧いただき、6回の裏タイガースの攻撃。和田バッターボックスに入ります。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当にそうですね。打ちました。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。初球打ち。このフライはどうだ。落ちるか。柴田抑えてワンアウト。いいプレー。さあバッターボックスには先発の前川入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました。これはどうだ。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター松永。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。打ちました。セカンド取った。二塁アウト。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。15対3。バッターは2番新庄。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野。ランナー挟まれた。二塁へ。二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース、いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか？やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど。今日はそのタイミングが抜群に合っています。この球は落としましたが決まりません。打ちました。これは大きい。伸びていく。大きな当たりが外野を襲っている。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。打ちました。ライトに強い打球。伸びていく。どうだ。
ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスには4番八木。初球は何から入ってくるか。まずはストライクを取りました。ノーボール2ストライクです。打った、大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには5番石峰。さあまず1球目、最初は変化球できました。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。バッターは6番真由美。初球変化球にタイミングが合いませんでした。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。すぐに追い込む、真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってワンアウトです。7番バッター和田、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。神里が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。打ち頃のボールでしたよね。代打というのは1打席勝負ですから、甘い球を見逃すようなことがあると致命的ですよね。そうですか。ワンアウトです。打順はトップに帰って松永、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。今度はいいバッティングを期待したいですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。一、二塁間、柴田取ってランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には2番バッター新庄、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。やはりそうですか。打ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく下がっていく、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番3番バッターバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。真ん中打ちました、これもファウル、外れました。真ん中打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。4番バッター八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。初球打ち、打球はライン際へ、三塁線落ちてフェア、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。外の低め見極めます。打ちました、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの
タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。富山さん、ついに王手をかけるということになりました。ご覧になっていかがですか？うん、もう一つですけどね、気持ちを引き締めてあと一つ頑張ってもらいますね。そうですね、期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦はタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。お忘れ物などございませんよう、お書きになった